はい、どうもハリウッドでございます。本日はドラゴンクエストタクト縛りプレイですね。ガチャ禁止、ランク以上禁止でやってて5日目になりました。もうかなりねライブ配信でも話してるんですが、強くなってきております。もう戦闘力がまあ 92,999 って形で約1万ぐらいですかね。で、突も少しずついけてて、今、ベビーパンサー突らせてるのと、ドラキーマさんですね、突らせてます。で、冒険に関してもですけど、まあストーリーとしても、まあね、良かったなって感じです。ここ12-9。この、ここはアクデンモンスター戦闘力1万1000なんですけれども、もうね、ラリ砲戦略をね、うまく駆使して、だってよく濃かったなって感じですし、でここの11-9のこのトドマンですね、ここもめちゃめちゃきつかったんですけど、これもあのドラキーマのラリ砲戦略で無理やり勝ったって感じですね。で今やってずっとノマダン進めてて13のところまで来てます。でこっから13進めていって、で前だいぶねいいドロップモンスターとか来てるんで、まずそこら辺を重ねたいなってとこです。今結構周回してるのが、12-7だったかな。ちょっとスキップチケットは使えないんですけど、メタルハンター、ドラキーはベビーパーサーとシールド構造ってとこなんで、まあ、ここを、まあ、周回していって、まあ、どれか重なっていくといいなっていうところを狙ってる感じですね。で、まあ、バトルロードもまあ全然できてはないです、正直。そんなにたくさんいけてるわけじゃないし、あと11日なんでね。まあ、この5500かな ?6 とか。まあ、ここも、まあ、戦闘力的にはいけそうな感じがするんでね。スライムを変えたらいけないかな。かなり、チーム圧、あかんか。ダメですね。どうなんだろうね。まあ、夜の騎士強いし、まあ、ドラゴンね、もっと突らせたら、ここもクリアしやすいのかなとか、思ったりしてて。で、だいぶ底上げをしないといけないんで、まあ、スライムイベントだったりとか、ちょっと、バトルロードっすね。本当に進めていかないと、ちょっときついなってのはあるんでね、バトルロードも進めながら、ただ、やっぱり、ランクアップの素材ね、が必要になってきたりするんで、まあ、まだまだちょっと時間かかるかなっていう感じです。はい、ということで、今回は、5日目のね、広報告でした。それでは失礼します。バイバイ。